参上。こんにちは、ひまひまです。なんかそう、うっきょなんかさ、カメラにめっちゃ線があるんだけど、まあいっか。ということで今日はですね、ダイソーの商品だけで GRWM やっていきたいと思います。そうなんです、寿司三昧でですね前ね、ダイソーでさっきね、たくさんお買い物してきたんですけど、そこで買った商品と元から持っていたダイソーの商品だけでフルメイクしちゃいたいと思います。では早速やっていきましょう。レッツゴー。で、今回買ってきた商品とか元からある商品でもうほぼフルメイクの材料は揃っているので、あとは必殺技があるんです。イエイ。なのでそれもやっていきましょうか。はい、ではまずはメイクからやります。メイクがこれメインです。何の GRWM かと言いますと、私の撮影までの GRWM です。ではやります。ダイソーさんのメイク用品もさ、もう年々年々、ここでいいや、もう年々年々進化してってるから、こういうのとかもすごい懐かしいでしょ。これ2017年とかのやつなんだけど。ではメイクしましょう。まず前髪をピンで留めていきます。ここで1個ポイント、この前髪を留めるピンはこちら、じゃん、ダイソーの跡がつかないピンです。これで前髪を留めます。まあいつもはこれかミッフィーのピンかなんですけど、今日はこれですね。本当に跡があんま、まあ跡がつかないというかつきにくいからおすすめです。ではまずはコンシーラーからやっていきます。コンシーラーはこちら、じゃじゃん、ロイヤルパーティーカスタムコンシーラーです。ピンクとイエローってなってます。イエローじゃない、いやピンクと緑、グリーン、そう、ピンクとグリーンって書いてあります。じゃーん、こういう感じ。え、これ本当に100円って思うよね。これ2つをこう取ったりはめたりでき、あれ通過したんだけど、こうはめたりもできるんです。だからすごい便利ですね。こういう感じ、ちょっと塗ってみよう。あ、いい感じかも。こっちを手に取りました。じゃあこれをクマの部分にのせていきます。コンシーラーは特にこだわりないんだけど、いつもはキャンメイクをよく使ってます。え、これめっちゃいいかもって。なんかすごい自然だよ。クリームのコンシーラーなんですけど、これもう残り1点だったのよ。私が行ったダイソーにはね、これしかコンシーラーが売ってなかった。結構白くなる、うん、クマは本当に私隠すのが好きなので、好きなのでっていうか、いつもクマ隠しちゃう。クマね、あるんですよ私。困りますよね本当に。困り顔かどすこいのすけですよ、もう本当に。オッケー、こんな感じでクマがさっきよりも薄くなったと思います。じゃあ次、緑をつけてみたいと思います。重ね塗りですね。どう？あ、いい感じじゃない？結構馴染みますよ。なんか私聞いたことがあるんだけど、ブルベの方は緑の方が馴染むって聞いたことがあって、イエベの方は紫の方が馴染むって聞いたことがあります。次、このクリーム、こっちですね。こっちをここの鼻の横にこうつけていきます。こう鼻の影を隠すことによって、あのね、小鼻に見えるらしいですよ。で、あとはちょっとこの緑を口の横のくすんでるところにつけていきます。口の横は意外とくすんでるのって。コンシーラーができました。で、私下地はつけないでおきます。続いてはチークをしていきます。チークはこちら、以前から持ってるこちら、じゃじゃん、ユアグラムのスティックチークです。これですね。これこういう感じでスティックなんですよ。汚い、なんか多分これアイシャドウとかの時に使っちゃったんですよ。それでちょっとラメラメがついてますね。で、ここにつけていきます。で、笑った時に膨らむところにつけます。あ、塗りすぎは注意です。これりんちゃんが持っててさ、で、あの、欲しいってなって買いましたね。200円だったかな。最近結構さ、チーク濃いの流行ってるの。だから私もチーク濃くしちゃおう。見て、濃ちょっと今回ね、時間制限がありましてね、結構急がなきゃいけないので、結構急ぎましょう。チークできました。続いて、次はこちら、ユアグラムのハイライトパウダー01番です。これ使ったことなくって、ちょっと楽しみ。今回初めて買うことができました。ハイライトつけていきます。いつもね、こう指で取ってピッと、お、え、すごい、このツヤ感わかります、パール感。え、これいいかも。この鼻の先につけます。あちょっとつけすぎた、さすがにつけすぎた、どうしよう。これ結構濃いね。あ、え、なんか
これいいかも。これこれツヤ感わかりますか？ツヤ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 ってしてるの。ちょっと待って、このハイライトマジでいいわ。え、これいい。ここにもハイライトをつけます。これやばくない？だってさすがユアグラムとのコラボです。で、顎で、ここつけます。え、これいいかもな。このなんか目頭につけるのが大事って聞いたことがあるので、今回初めてつけてみます。このハイライトめっちゃいいです。おすすめ。続いてアイシャドウつけていきます。こっち側がですね、ジェネ東京 リラクシーアイシャドウ02番ニュアンスピンクっていうカラーなんですけど、可愛くない？これマットとちっちゃいラメといろんなラメが入ってて100円だよ。しかもこのチップもついてるからすごくない？で、もう一個はこちら、ユアグラムのブルーミングアイカラーパレット05番です。こういう色なんだけど、なんかあんま馴染まなそうに見えてすごく馴染むんですよね。だから前これを買いました。けど今回はこっちを中心に使っていこうかなって思います。はい、あ、そうで今回ね、これも買いました。ダブルアイシャドウチップセットっていうものを買いまして、これ5本のチークが入ってるんだけど、ちょっと大きいのとちょっとちっちゃいのみたいな、これの5本が入ってます。で、ちょっと長めだから使いやすそうと思って、涙袋とかに使いたいと思います。せっかくだからここに書いてあるやり方でやってみたいと思います。派手そう。ちょっと待って、やってみるか。やっぱ私なりのやり方で今からやっていきたいと思います。じゃあ、はい、まず私なりのやり方、まずこの白いやつを取ります。これですね、これを取ります。なんかすごいさっきのハイライトと似てますね。これをアイホール全体に塗ります。うん、綺麗な、すごい綺麗。もうね、アイシャドウが好きでめっちゃ集めるんだけど、その使うんですかって思う方多分いるんですよね。違うんだよ。あのね、もうコレクションなの。でもちゃんと毎日違うの使うんだよ。次これ、このゴールドを取ります。これをアイホールのちょっと短めのとこに塗ります。説明ではこれをアイホールに塗るって書いてありました。クリームアイシャドウなのでね、密着しますね。これもアイホール全体に塗っちゃいましょう。うん、いい感じ。そしたら次、このピンク、ピンク、このピンクに惹かれて買いました。こういう感じ、わかるかな。このピンクをちょっと狭めなとこに塗っていきます。私は基本的にピンクメイクしかしないので。で、さっきのチップを使います。こちらぐるってか、普通についてたアイシャドウチップ使えばいい話だよね。いい感じで終わりますかね。アイシャドウ塗ることができました。こういう感じです。 OK。 そしたらその最後にですね、濃いマットの茶色を目の際に塗っていきます。まあ、これアイライン代わりにもなるかなって思います。まあ、代わりにはなんないわけど、締め、締めですよ。目の際のこっち目尻側だけに塗っていきます。え、この茶色めっちゃいいんだけど。そうしたらこの茶色を若干この下の目尻にも塗っていきます。こんな感じ。 OK。 次このピンク涙袋に全体に塗っていきます。これね、こうやってめっちゃいいんだけど、マジで。これできました。こんな感じで塗れました。そうしたら涙袋が大事。涙袋かけましょうよ。さっきのチップの細い版で茶色、茶色を取って涙袋の線に沿って描いていきます。で、ぼかします。こっちよりこっちの方が涙袋があるの分かりますか？こういう感じです、現時点で。今日はね、カラコンとか特に入れてないんだけど、こんな感じでできました。もうほぼ完成なんだけど、こちらユアグラムのアイシャドウスティック02番を使います。これエチュードハウスのやつにすごくそっくりで、こういう感じ可愛いんですよね。塗るだけでこんなにツヤツヤな可愛いやつが出てきますね。涙袋のここに塗っていきます。ここもう半分から前まで全部塗ります。可愛い、これよく使ってる。はい、ということでアイシャドウは完成です。こんな感じ、いい感じ、めっちゃいい感じ。最後にこのホットビューラーでまつげを上げていきます。で、ホットビューラーはどうやってやるかというと、こうやってやってギュッて上げて、このホットビューラーで上げていくんですけど、私今まつげがもう上がっちゃってるので
今回はやらないんですけど、ホットビューラーもこれすごくいいって評判なので、ぜひ使ってみてください。はい、ということでですね、こんな感じでメイクは完成です。メイク完成。そうしたら撮影の間際にリップを塗ってるんですよ。なのでちょっと今もうリップ塗りたいと思います。じゃじゃーん、ハロキティちゃんの BKT シリーズグロス C です。こういう感じつけます。かわいい。あ、かわいい。これなんかほんのり色がつくみたいな感じで、なんか色がつきすぎない感じでめっちゃかわいいし、そう、中間、赤とピンクの中間って感じで超かわいいです。はい、完成です。リップも塗りました。では今から髪の毛をやりたいと思います。はい、ではですね、今から前髪とこの後ろの髪の毛をやっていきたいと思います。もちろん髪の毛も全部100均の商品でやっていきますね。いつもはね、もうアイロンとか使ってるんです。やべやべやべ、いつもはアイロンとか使ってるんですけど、ちょっと今日はですね、革命的なものがあるのでそれを使います。ではまず今ちょっと前髪を上げてたので、おかしいんですよ前髪ちゃんが。なのでこちら、じゃじゃん、100均の太い方の巻くやつを使います。前髪を取ります。そしたらこのコテでこう挟んで下まで持ってきます。持ってきました。そしたらここからくるっと上に、くるっ、こんな感じでくるっとできました。いい感じ。これもね、マジで100円でおすすめで、前にね、じゃん、薬局で500円でこれの細い版みたいなの買ったんだけど、でも100均でさ、これがさ100円で売ってるのよ。もうビビりましたね、びっくり。でこれをやってる間にこの三つ編みをお団子にしちゃいたいと思います。この太いゴムを買ったのでこれをね使っていきます。これももちろんダイソーですよ。ではくるくるします。くるくるしたらここを止めます。お、いい感じ、綺麗に止まった。じゃあこっちもやります。中華街に行きたい、この髪型で。よし、オッケー。はい、今ですね、簡単にこんな感じでお団子にすることができました。編み込みからのお団子です。からの紐です。こんな感じでお団子も綺麗にできました。で、ここを待つだけ。でもね、多分もうね、できてるんですよね。では、取ります。すごい。確かにちょっとこのこれが太い方が自然にカールされるかもしれない。しかも結構短時間だからちょうどよくなってるわ。すごい。こんな感じで前髪も綺麗にカールすることができました。すごいわ。時間がない時も時短で使えるのでおすすめです。ということで撮影前のひまひま完成です。こんな感じです。ここをお団子にしてメイクもしてリップもこんな感じでメイクもしました。もうダイソーの商品だけどこんなにできちゃうなんてすごくいいし、もうアイシャドウのすごさにもびっくりしたし、すっごいクオリティも高いし、もうね、本当に愛用したいと思います。で今回はね、ちょっと元が編み込みだったんで使えなかったんですけど、こういうやつもありまして、こう挟むだけでカールもできちゃう。分かるかな、こうやってやるだけでカールもできちゃうし、こうやるだけでこう通すだけでストレートもできちゃうっていう、まあドライヤーを当てながらなんですけど、そういう紙商品もあるので、ぜひ皆さん、まだ気になったらダイソー行ってみてください。では撮影やっていきます。次回のひまひまチャンネルもお楽しみに。バイバーイ。レッツゴー。はい、っていうことで、あれ、レッツゴーやったっけ、さっき分かんなくなっちゃった。なんかよくあるあるなんだよねこれ。ちょっとカメラの線でね忘れちゃった。